ラマチ、大丈夫かい？あ、大丈夫だ。すべて受け止める覚悟はできてるさ。悲しみも、怒りも、全部。僕はこの国の利用であり、君の兄だ。ラマチだけに背負わせはしない。すでに知ってる奴も多いと思うが、先代の連王であり私の親父であるグルージャジャが先の襲撃で命を落とした。襲撃を率いる頭目に決闘を挑んだ親父は正々堂々と戦い、一度は勝利を手にしたはずだった。敵は不可思議な術を使って蘇ると驚くべき力で親父の命を奪ったんだ。私はそれを見ていることしかできなかった。決闘を申し入れた親父の誇りを傷つけるわけにはいかなかったんだ。みんなの中にも愛する者を傷つけられたり殺されたりした者もいると思う。この場を借りて謝らせてくれ。武王として守ってやれなくてすまなかった。そしてもう一つ、みんなに詫びなきゃならないことがある。襲撃を主導したのが私の兄ゾラージャであったことだ。ゾラージャ様が？俺も見てた！奴らはヤースラに荒野を占拠したらしく、今やあの地は巨大な輝くドームによって閉ざされてる。家族や親しい知人がいる者は気が気じゃねえだろ。私は武王としてこれ以上奴らの好きにはさせねえ。親父が築いた平和を命を懸けて守ってみせる。守れるのか？見たこともない不気味な機械を使う連中が今もまだ空の上から俺たちを見下ろしているんだぞ。その通りだ。ただ待ってるだけじゃみんなを守ることはできねえ。だから向こうが攻め入ってくる前に今度はこちらから乗り込んでいってゾラージャを撃つ。武王が留守の間、王都の防衛は利用である僕が担います。もう二度と皆さんに指一本触れさせはしません。親父の意志を受け継いだ二つの頭がみんなの笑顔を必ず取り戻してみせる。だから信じて待っててくれ。武王が自ら武器を掲げて攻め入り、利用が守りを固めるって言うなら俺様はいろんないぜ。
だが、ただ黙って見てるだけじゃねえぞ。この国を守るためなら、俺様だって戦うぜ。オイラも戦うよ。さあ、これで二人。え、二つか。そんなことはどうでもいい。お前らはどうすんだ。ただ黙って連王に守ってもらってるだけか。しかりしかり、我らも共に抗おう。同じ大地に生きる皆が一つになってこそトライオラ連王国なのだ。そうだよな、俺たちだってこの国が大好きなんだ。俺は戦うぞ、トライオラのために。よっしゃ、俺もやるぜ。私たちはこの国の一人なんだから。敵は一度こちらに手の内を明かしています。あの空に浮かぶ脅威を打ち払う策も必ずや見つけ出してみせましょう。この国を愛する皆さん、そして突国の友人たちと手を取り合うことができれば、二度目の敗北はありえません。奴らにトライオラの力を見せつけてやりましょう。初めて知ったよ。私、この国とみんなのことが大好きだ。不安かもしれねえけど、今は至福の時。どうか変わらぬ日常を送ってもらいたい。そうして力を、食料を、資材を備え蓄えることが、私らの国を揺るぎないものとするはずだ。だがその時が来たら、みんなの力を貸してくれ。トライオラは決して屈しない。必ずこの国に平和を取り戻し、みんなで笑おう。